悲しい顔をするなんてダメだよ。星雲が君の笑顔を取り戻すの手伝ってあげるよ。ここで幸せになれる一番の方法はね、星雲と最高の友達になることさ。さあ一緒に遊ぼう。このアイスクリーム本当に美味しいな。美味しい。さっきとっても親切な生物と会ってね、アイスクリームをたくさんくれたんだよ。え？なんでここに来たのかな。思い出せないな。でもこのアイスクリーム本当に美味しいよ。ふわふわして気持ちいいわ。もしかしてここは天国かしら。ねえ、一緒に遊びましょうよ。ここには悩みも恐れも悲しみもないの。あるのは喜びと幸せだけ。頭を抱えることも努力する必要もないのよ。本当に気楽よ。あなたも一緒にどう？
笑ってくれないの？星雲は、君が笑顔になるようなもの見つけてみせるからね。星雲は絶対に諦めないよ。もしもし、僕の声が聞こえるかい？この先には行かないで、星雲雲が寝てる間に前の穴から下へ飛び降りるんだ。僕が下で君を待ってるから。待ちくたびれたよ。この研究所はもうすぐ崩壊する。早くここから脱出するんだ。急いでこの中に入って。じゃあまた後で。認証成功。転送装置は間もなく起動します。やっと会えたね。ずっと君を待ってたよ。僕を信じて、君たちがここから出られるように手を貸すから。対象の存在を検出中。対象を確認中。対象を確認。接続プログラム開始。僕たちの計画がついに始まるのか。接続は成功したかい？ようやくお目覚めだな。俺はまだ寝不足だ。もう少し寝る。お前、寝ぼけてるのか？自分の状態を確認してみろよ。あれ？俺の頭の中、空っぽだ。一体どうしたんだ？長い間寝ていたから、おそらく一時的に記憶が混乱しているんだろう。よく聞いてくれ。ここはとても危険な場所なんだ。だから急いで脱出しなければならない。はぁ？何が起きてるんだ？いくらなんでも唐突すぎだろ。説明は後だ。とにかく知らない生物とは関わらないようにすること。いいね、分かったかい？子供じゃねえんだぞ。そんな念を押さなくていいぜ。不本意ながらこいつを君に託すよ。さて、こいつを君に託したからね。任せな。俺が全力を尽くす。お前とは話してない。何？感じ、俺たちは森の中にいるみたいだが、でもちょっと変じゃないか？なんで森に天井があるんだ？ここは一体どこなんだ？なんで俺たちはこんな場所にいるんだ？あいつ、この場所は危険だなんて言ってたが、この辺は全然危険そうに見えないな。まさかいきなり未知の生物が襲ってきたりなんてしないだろうし。ちー。
だその眼差し。何か気になることでもあるのか？心配ない、約束する。何があっても俺が君を守るからな。友達？嬉しいな。こんにちは、僕セイウーンだよ。こんにちは、俺は、あれ、自分の名前すら覚えてないとは。悲しまないで、セイウーンが君の笑顔もきっと取り戻してあげるから。そういえば君も飛べるんだね。一緒にここから出よう。右の方に秘密の通路があるんだ。一緒に冒険しようよ。いいね、俺は冒険が大好きなんだ。案内してくれてありがとう。一緒に来て、すぐそこだから。俺ちょっとセイウーンと一緒に冒険に行ってくれ。すぐ戻るから。あれ、何が起こったんだ。もう一度。そういうことか。理由はわからないが、どうやら俺は君から離れられないみたいだ。あいつ飛ぶの早いな。まるで突然消えたみたいだ。もしかして俺連れ去られる寸前だったのか。こんな用心深い俺でも危うく引っかかるところだった。ここは本当にヤバい場所だな。一体この先には何が待ってるんだ。やっと君たちと再会できたね。僕の予想より少し遅かったけど。ああ、さっきまで俺たち奇妙な生物と会ってたんだよ。でも見た目はクモみたいだった。お前会ったことないか。セイウンウンのことを言ってるんだな。あいつがここまで来てるなんて思わなかった。知ってるのか、あいつは一体何者なんだ。この星の住人でとても危険なやつだ。でもすごく友好的だったぞ。どの辺が危険なんだ。言葉ではうまく説明できない。でもそのうち嫌でもわかるよ。質問していいか。ん、もちろんいいとも。お前どうやって今俺たちの左から右に瞬時に移動したんだよ。そんなこと理論的に言って不可能だろ。ほら君たち足元を見てみたまえ。これは僕の偉大な発明なのさ。僕はこれを転送液バージョン C8763 と名付けた。君の体の一部がこの液体に触れただけで君の体は瞬時に分解され、そして安全な場所に転送された後再構築されるんだ。僕はこの方法を使って左から右に瞬時に移動したんだよ。ほんと僕って天才だな。さあこれをお前に授けてやろう。これで新しい能力を手にすることができたね。こうでもしてやらないとお前はただ表情が豊かなだけの分からず屋の金の玉に過ぎないからな。じゃ君たちの活躍に期待しているよ。ではまた。あいつの言い草本当に失礼だな。君もそう思っただろ。いいぜ無理しなくても。さ、下に行ってどんなものか見てみよう。俺は少々あれに心当たりがある。多分あれはスキルシステムのディスクだ。さてどんなシステムか試してみるか。
巨大ドリルがついたスーパーロボットになれたらいいな。データを読み込むぞ。新機能を検出。インストールシステム起動。ゴールドダッシュシステムがインストールされました。空中で動き回ると気持ち悪くなるな。残念ながら巨大ロボットにはなれなかったか。だが新しい能力を手に入れたぜ。この能力は君にコントロールしてもらう必要があるみたいだ。まあ君なら問題なくできると信じてるぜ。じゃあ操作方法を送るな。ん？君のジャンプ中、俺は君の後ろを飛んでるからな。少し練習してみなよ。気合だ。左の隅に生き物の絵が描いてある。なんか俺にそっくりだな。高い場所が怖いならこんなとこに来なけりゃいいのにな。看板の主はどうやってここまで登ってきたんだ。転送装置起動。エラー、コマンドが無効です。なんで。認証成功。転送装置は間もなく起動します。なんでだ。セーブポイントだ。ようこそ僕が開発したトレーニングルームへ。ここでは新しいダッシュ能力を使いこなすためのトレーニングができるよ。心配ないって、僕が設定したレベルはそう難しくないから。おい質問。どうぞ丸いの。どんな質問かな。あの変わった色の結晶はなんだ。いい質問だね。説明しよう。これは僕が転送液を床に撒いた結果だ。あの結晶に触れると指定されたチェックポイントに転送されてしまうんだ。ということはあの結晶を避けて進む必要があるわけだな。正解。操作方法を提供するからそれも参考にしてくれ。空中にいる時ならジャンプキーを1回押すだけで能力を使えるんだ。指示された通りに方向キーを押してダッシュすればスムーズにクリアできるはずさ。もう一つ質問。なんでまだ質問があるんだ。まあいい、どうぞ。質問は何かな。なんでこんなトレーニングをする必要があるんだ。あとどうやってお前はこんな高いところまで来れたんだ。トレーニングをすればわかる。ではまた。うわ、やば。なんて恐ろしい発明だ。まあとにかく指示された通りに進んでみるか。君ならきっと大丈夫だ。セーブポイントだ。どうしたんだ。君たちにこのダッシュ能力が使いこなせるかが心配なんだ。ならアドバイスとかくれよ。もちろんだ。よく聞いてくれよ。君たちがジャンプや落下で空中にいるときにスキルを発動させるタイミングが重要なんだ。スキルが発動すると一時的に空中にとどまるけど、その位置が鍵ってわけさ。あと地面に触れると合体モードが解除されるんだけど、その時に DP が自動的に補充されるんだ。DP ってなんだ。 DP はダッシュするごとに消費される物質さ。
それが地面に触れるたびに自動的に補充される。要するに君たちがダッシュできる回数のことなんだけど、その原理はかなり複雑だから詳細な説明は省こう。まとめると、スキル発動時は適切な位置を選んで空中にとどまること、あとは DP の回数をちゃんと計算に入れればステージをかなりスムーズにクリアできるはずさ。いろいろ説明しちゃったけど、しっかり理解できたかい？こいつは全部ポイントだ。みんな、よくやったな。みんなのおかげで今回の旅はすごく順調だった。今はしっかり休息をとってくれ。もうすぐ帰還できるぞ。キャプテン、待ってください。船に問題が発生したようです。どうした？何が起きたんだ？船のエンジンに原因不明の問題が発生。何だと？すぐにこの付近に着陸可能な星がないか調べるんだ。緊急事態だ。早くどこかの星に降りねえと。キャプテン、着陸可能なエリアにピンク色の惑星を発見。システムにその星の情報はあるか？検索しましたが、データベースには登録されていません。仕方ねえ。俺たちはその未知の惑星に着陸するしかない。みんな、緊急着陸に備えろ。俺を信じろ。きっとうまく切り抜けられる。船を修理するため、俺たちはこのピンク色の惑星に緊急着陸したんだ。だが、それが悪夢の始まりだとは誰も予想していなかった。ああ、そうだった。俺たちはみんなこの惑星に不時着したメンバーなんだ。でも、なんで頭をぶつけた拍子にこんなことを思い出したんだ？まさか、俺の頭をもう何回か壁にぶつけようなんて思ってないよな。冗談きついぞ、痛いだろ。でも、着陸した後何が起こったんだろう。転送装置を起動しよう。転送装置起動。音声認識エラー。なんで？試しに君がやってみなよ。起動開始。転送を開始します。だからなんで。セーブポイントだ。来たね。なあ、いろいろと聞きたいことがあるんだけど。もしかして君たち、記憶が戻ってきたのか？君たちがいろいろと知りたくなる気持ちはわかるけど、今は焦らないで。ここはおしゃべりをする場所じゃないから、まずは先に進むことを考えるんだ。僕は向こうで君たちを待ってるから。次はきっといけるぞ。
転送装置を起動しよう。起動開始、転送を開始します。トレーニングはこれで終わりか。セーブポイントだ。まずいぞ、早くここから脱出しなくては。どうしたんだ、なんでアイスクリームなんか持ってるんだ。たった今星雲雲のやつが突然現れた。そして気づいたら手に持っていた転送液がアイスクリームに変わっていたんだ。油断した。あいつが転送液で何をするつもりかはわからないけど非常にまずいことになった。一体どうすればいいんだ。この先の道に転送装置が設置してある。それを起動して早くこの場所から離れるんだ。わかった、お前も早く来いよ。